終戦間際、南方への前線基地である鹿児島の知覧からは特別特攻隊が出撃し、439名もの若き勇敢な命が散っていきました。特攻とは、搭乗員が乗った軍用機や小型艇、潜水艇で連合軍の艦船に体当たりする攻撃です。太平洋戦争末期に日本軍が組織的に行い、決して生きて帰ることのできない戦い方でした。知覧特攻平和会館には、太平洋戦争末期の特攻作戦に関する資料や写真、遺書などが展示してあります。当時、陸軍飛行場の置かれていた知覧の悲しい歴史から、平和や命について考えさせられる場所です。さあ、そして枕崎市にやってきました。行く途中にさ、海とかもめちゃくちゃ綺麗で、ここは観光案内所ですね。
日本最南端の始発終着駅枕崎。いいねこれ、わかりやすい。おお、わあ、なんか渋いね。渋い渋い。こんなに12時の合図。うん、12時の合図。ほんとや。枕崎はあのカツオが有名ですよ。駅前ですね。わあ、お邪魔します。よく見てるでしょここは元駅ですか。あっちなんですね。ここ広場です。前はここにあったんですよ。あ、施設の駅が。へえ。ああ、すごい。施設があって、施設と JR と日本があったんですよ。施設もね、日本 JR が反対側から乗れる。ああ、なるほど。ここが、うん、ここからまた施設でこう、あ、また出てたんだね。へえ、なるほど。これなんか鯉のぼりみたいなカツオですね。ね、カツオが有名やからね。いやいや、見てん、これ豆のぼりって書いとるやん。ほら、見て。これ、ね。あ、ありがとうございます。あ、これ撮りたい。これ、この、これどこにあるんですか？このマンホール。その辺にあるんや。貝殻ですか？あ、貝殻。貝殻に書いてるんだ。え、めっちゃ可愛いこれ。これですね、ハッピーおじさん。あ、長野さんが書くんですね、今からね。はい。これ長野さんなんでしょ、実際に。あ、ハッピーおじさんって長野さんのこと？違う。違うんだ。わ、ありがとうございます。あ、可愛い。え、可愛いね。皆さん喜んでくれるんですよ。そう、なんか本当に顔になっとるよ。へえ。この貝は何貝ですか？どこに書いてる？書いとらん。え？枕崎で取れたおじさん貝。え、どこ？嫁。あ、名前はないっちゃんね。あるん。ほらほら、こうやって作ってくれるんよ。ほら、これハッピーになれるんよ。とりあえず幸せになれたら嬉しいです。すごい、私古い駅舎の時を見てみたかったな。昔素敵な駅だったんでしょ。あった、ここですね、枕崎駅。おお、まあ今ね、綺麗になってますけど、昔はめっちゃレトロだったんですよ。あ、でもいい感じやん、素敵やん。枕崎駅素敵です。ちょっと上に行ってみよう。いい感じやね。なかなか来れんよね。え、端っこやから。あ、なんかいろんなこうオブジェもあるみたい。オブジェが、始発でもあり終着駅でもあるという。あ、絵になる。カツオ節行商。あ、かつお節教書もそう。これね。うん。さあ、そしてこれが駅です。今日天気がいいけん、めっちゃ映えるね。うん。この駅は、平成25年か。中はどんな感じでしょうか。ねえ、なんかいい感じ。わあ、なんか素敵な駅やん。おお。
これはだから椅子なんだ。これ置いてテーブルにできるんですね。あ、誰かおる。誰やろ。あ、違う。山幸彦。山幸彦って書いてある。なんか見やすい場所に立ってなんか願いを叶えたらいい。なるほど。なんやらかんやらよろしくお願いします。わこれ JR 北海道になっとる。そうだ、始発終着駅ね。うん、わいいわ。え、次何分来るっちゃろう。あ、これ南国や。次何分来るっちゃろう。そげん頻繁に来んじゃない。でも可愛い駅やんね。え、なんだ。うん、本物なんかね、そんなに来ない。そやろうが、そげんパカパカコンクさ。ほら、だってこの時点で人がここで待ってないっちゃから。うん、ここからね、こう全部こう入るようになってますが、電車が多分ね、なかなか来ないですね。ちょっと待って、めっちゃ少ないよ。めっちゃ少ない。大事な時間にはないね。あ、少ないわ。あ、本当や。ここなんか歴史年表が、おお、うん、薩摩線のね、思い出の枕崎駅って書いてある。薄いね。薄いね。キハや、キハ。このキハなんかレトロでいい。めっちゃ。え、ここは一体何？あ、これ見てん、これ線路になっとる。いや、これ枕崎駅。ねえねえねえ、気がついた？これ駅下、ほらね、電車の駅のあれになっとる。おお、すごい。あ、これがだけ南薩摩線のね駅なんや、ずっと。うん、そういうことやん。おお、これ下見んと気がつかんね。マンホールがめっちゃ可愛い。色もんです、色もん。マンホールめっちゃ可愛いですよ。駅前なんですけど、あまり人はいないです。今日日曜日やから。あ、でもみんなさ、鹿児島とかに買い物行ってやない。天文館。うん、とりあえずあんまり人が歩いてません。いいって。大丈夫。うなぎもある。うなぎも、ステーキもある。定食ある。マク牛げな。マク牛、マク牛行こう。あ、いっぱいあるよ、何でもかんでも。あら、よかった。美味しいでございます。ありがとうございます。これが美味しいで。それ何？なんかね、味噌でね。え、うん、つけて食べるの？それだけ食べるの？なんていうのかな、枕崎の牛ですよ。枕牛、味噌、味噌いただきます。絶対こういうの食べたことある、誰か。うん、やば、めっちゃ美味しいでございますよ。肉も柔らかいです。やっぱり新鮮って感じがしますよ。このお店お客さん多いね。うん、多い。結構入っとる。駅前やし、家族連れがね、多いね。うん、
結構下まで来たね、鹿児島。下も下、ね、下も下よ、かなり下。多分同じやつかもしれない。カツオ節をこうなんか会えたような。カツオ節、カツオも有名なんやろ。違うの。カツオが有名、カツオが有名なの。カツオとマグロがごっちゃになっとる。なんかよう分からん。そういうこと、そういうこと、うん、あ、ほんとだ。なんかおにぎりに入ってそうなやつね。おにぎりに入ってそうな、それね。おいしいやつ。これおいしいね、これ。ご飯にかけたら絶対おいしいやつ。おいしい。朝から散歩やろ、ま、た朝パトロールに飛んじゃったから。すごいね。お待たせいたしました、寿司そばセットですね。来ましたよ。はい、どうぞ。おお、豪華ね。めっちゃ豪華やん。そういうことね。おお、寿司、うん、なるほど。ここ豪華やね、いいね。うん、うん、めっちゃ美味しいよ。美味しい、本当に美味しい。そうよ、これやっぱそうだ。おいしい。昨日のラーメン知っとる？昨日のラーメン、うん、ザボンラーメン。昨日はザボンラーメンでしたね、うん、あれで1100円ぐらいだったでしょ。うん、うん、これ1200円。お得や、うん、お得。まあ、え、この定食が1200円。うん、これ1200円、うん、安くない？そうよ、だからね。そうだ、そう思う。え、めっちゃお得やん。へぇ、大人の彼女もないね。どこ、ないね。うん、なんもない。そばも有名なんやない？ほんと？もしかしてそば有名とは言ってたけど、この辺もです。絶対飲みたくなる。おいしい。飲めばいい。うん、なんで？まだ運転があるけん。運転はダメよ。かよちゃんすごいね、ようね、あの距離を。小さな桜のソースが。パス。ゲームなし。みえさんって感じやね、肉。うん、柔らかくて美味しい。これは多分カツオです。ちょっとこのカツオ食べてみます。カツオが入ってました。カツオです。あ、入ってる。ソファージャイアンスなんですよね。魚の味。あ、すごいモダンな建物ですね。オープンです。これはその昔。わあ、あ、深いよ。なんで？普通やね。違う、違う。あ、そう。わからん、わからんかな。